ソリタリーキングは日本の競走馬。主な勝ち鞍は2012年の東海ステークス、日本テレビ杯、2013年のマーキュリーカップ。馬名は父、キングカメハメハからの連想による。英語で孤高の王様の意。クラブ法人サンデーレーシングの所有馬。2009年12月6日の新馬戦でデビュー戦勝利。2010年1月の2戦目にも勝利すると続く、ヒアシンスステークスで分かった、バーディバーディから、首差の2着に敗れる。次走で、初の芝コースとなる、スプリングステークスに出走するものの15頭立ての14着と、惨敗。ダートに戻り千万条件で2戦1勝した後、レパードステークスに、出走、3着に敗れる。1600万条件では勝ちきれず、高級となった10月の1000万条件に勝利すると、続く赤富士ステークスにも優勝し連勝。次走に、初の GI となるジャパンカップダートへ出走するが8着に、敗れた。仁川ステークス8着の後芝の大阪杯に、出走するものの最下位に敗れる。続く、ブリリアントステークスで2着に5馬身差をつけて優勝。東海ステークスでは、日本ピロアワーズを、首差差し切り優勝。重賞初制覇を挙げた。続く、日本テレビ杯にも優勝し、重賞に連勝。しかしその後は勝ちきれずこの年を終える。年が明けてからも勝ちきれないレースが続いていたが、7月のマーキュリーカップで久々の勝利を挙げる。しかしその後は惨敗が続いた。2014年以降は1勝することなく2016年7月29日付で、競走馬登録を抹消した。引退後は当初、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となる予定であったが、8月4日に日本中央競馬会より種牡馬になると発表された。しかし、種牡馬にはならず、2016年11月にノーザンホースパークに入厩し、乗馬となる。ソリタリーキング号が競走馬登録抹消日本中央競馬会。2016年7月29日閲覧、ソリタリーキング引退後の予定を乗馬から種牡馬へ変更スポーツ日本、2016年8月7日、閲覧。ありがとうございます。